はーいお疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話もなんですけど、フェミニストの2頭さんが運営するコラボ、支援団体のコラボの不正会計疑惑についてのお話なんですけど、他のニュースもね、これちょっとやりたいんですけど、動画でね、ただこの話、あのただの炎上とか、そういう次元を超えつつあるんで、まあ、この件に関してはね、随時追っていこうかなと元光つ思ってます。でね,、えー、まあね、今回何の話かっていう というと、二藤さんの、えー、不正会見の話まあこの二藤さんね不正会見があるんじゃないかって疑惑上がってたりするんですけど、逆にね、えー、嫌がらせだって提訴記者会見とかもやってるわけなんですよただこの話っていうのがなんと国会でも取り上げられるようになったっていうことなんですよねマジかって、二藤さん国会でも追及されるんじゃねえろっていう話になってるんですよまあ、この記事のタイトルでは参議院議員、浜田が、えー、コラボについて質疑東京都のチェックがかなり ずさん、適切とは思えない処理などを指摘っていうことでね。追及されつつあるんですよ。まあ、逆にですね。こういうことも言われてたりするんですよね、えー、誹謗中傷が行われてるから、あの団体守りましょう。みたいなことを言ってる立憲民主党の人もいたりするんですけど、まあその件についてね。今回見ていこうかなと思います。元日のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいね。と思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まずはですね。コラボに対してメスを入れようってまあ、コラボというかまあ。 もう含めなんですけど、今のこの状況に対してメスを入れようっていうね、あのー、質疑なんですけど、この浜田議員がね、えー、言ってるんですよ、すみません、この浜田議員ね、えー、次に東京都と委託契約をしている一般社団法人、コラボが適切ではない、会計処理をしていることが指摘されていることについてお伺いしていこうと思いますということで、ね、ということで、国会の。 様子を、ねえー、まとめてくれてる記事になるわけなんですけど、まああのちょっと本光の中では端折ったりして、えー、ここでお話していくんで詳しいことを見たい人はね概要欄にリンク貼っとくんでぜひ見てくださいで、まあ、こういう質問していきますってでこの件は SNS や報道等でかなり話題となっております国というよりは主に東京都が関わる問題ですので東京都議会でしっかり対応されるべきと考えますが、えー、このコラボの事業については、えー、東京都からのお金のみなら 国からのおお金も出ししてていると承知しておりますそうだよ、ね、あの東京都だけの公金じゃないんですよ、世間の注目も高いように思いますので、ここでも簡単ですが、取り上げさせていただきますということで、国会でねえ、質問されちゃうんですよ、これおかしいんじゃねえのってでえ、指摘された問題点っていうのが、コラボ公表資料1枚目の3番、委託経費の予算と実際の支出の関係というところでございますということでね、やっぱりここなんだよね、経費のところ。 ここら辺の話が出てくるわけですよ若年被害女性等支援事業の委託経費の予算は車両関係費宿泊支援費などいくつかの大項目に分かれています、うんそうだよね、でただし実際の事業の遂行の中で当初の計画とは異なって新たな対象に支出する必要性が生じたり逆に予定していた支出がなくなるなどの変更もありますでこの場合コラボとしては項目を超えた調整をすることがあります でね、まあ、本人たちも言ってるんですけどこのような項目を超える資質の調整を禁じる規定はなく項目を超える調整を行っても問題ありませんってこういう現状がおかしいんじゃねえのかって言って、えー、浜田氏はね言ってるわけなんですよ。まあ、そりゃそうだよね 何のために項目作ってんだよって感じがしちゃいますからね。わかりやすく言うと、まあ、100万円支援しますって、宿泊費と車両関係費が50万、50万ですね。そのよう,いう風に使ってくださいでって言ってたのを、もうちょうど100万に合わせるように、どっちかを帳尻に合わせるってことなんですよね。もうそれおかしくれっていうのが、まあ、そうしたところをね、指摘されてるわけなんですよ。まあ、項目作る必要なくなっちゃうからね、こんなの言ったら。で、えーまあ、それに対してね、野村審議官はこう答えてるんですよね。えー、補助金のの対象経費の中でかつ 事業を目的に反するものでなければ柔軟に活用いただけるものとしているところでございます。なるほど、もう融通気化して、別にね、トータルの条件から超えなければいいよみたいな感じらしいんですよね。で、ご指摘のこの一般社団法人コラボの会計処理についてでございますけれども、先ほども申し上げましたように、この補助金を活用して事業を行っておられる東京都において委託先である一般社団に対して会計処理含めてですね、適切に管理をしていただくものと承知をして おりますということで、まあ、これちょっと一部にはなるんですけど、回答としてはね、あのーまあ、簡単に言うと、まあ、ほぼほぼ東京都に任せてるよというのがまず第一前提で、かつ、まあ、こういうふうにね、補助金の対象経費の中で、かつ事業目的に反しないんであれば、別にそれは問題ないというような回答になってるんですよ。まあ、そんな何でもありの会計処理 OK だよみたいなことを言ってるわけなんですけど、な、まあ、何にしてもね、あのー、国としては特に、 あの東京都に任せてることだから、うちはそんな関与してないんだよみたいな感じの話なんですよね、もうこの世話はもう東京都もやべえんじゃねえのか、だから国が調査してくれっていうレベルに発展しそうな気がしてきますけどね。はいまあということで、一、まあ、つ目ね、こういうことで国会で話題になったということと、もう一つはですね、こちらの方、立憲民主党の岡本晃子氏が言ってるツイートなんですけど、NHK の中継はありませんので、衆議院インターネット審議中継で総務委員会を選択してご覧ください。 後日でも衆議議院イインターネット審議中継のビデオライブラリからご視聴いただけますどうぞよろしくお願いいたしますということで立憲民主党の岡本氏がこんなことをね、えー、言ってるんですよ12月6日総務委員会質問用紙ということで、まあ、国に対して、まあ、こういうことしてくれよっていうことをここに書いててかつ国会でねお話ししてるという話なんですけど、えー、ここね大事なの SNS 誹謗中傷への対応についての2番性被害者支援 団体へのいわれのない SNS 誹謗中傷等への対応対策の強化をしてくれっていうことをで、ねえー、言ってるわけなんですよ。まあ、これ具体的にコラボっていう名前は上がってないんですけど、まあ後の前後の流れから言ってもほぼほぼコラボのことを言ってるんじゃないかなっていう話なんですよね。うん。性被害支援性被害者支援団体の話ってそもそも数が限られてますからね。そんな立憲民主党の岡本氏が国会で喋ってたことがこちらになるんですけど、まあこれもね発症、えー 細かいこと詳細についてはですね概要欄にリンク貼っとくんで見てほしいんですけど立憲民主党のね岡本氏はこういうことを言ってるんですよ今現在ですね特に性暴力を受けた若い女性を支えているあるいは性被害者を支援している団体にネットでの誹謗中傷が止まない事例が出ています団体への誹謗中傷事実とは異なる情報を流したり支援スタッフの写真を無断掲載したりネットでの行為がエスカレートしてストーカー行為や器物破損ネットを超えた嫌がらせなどより 深刻な声が行われているという状況ですということで、誹謗中傷とか嫌がらせがやばいんだぞっていうふうに、ね、声を上げてるわけなんですけど、さらにね、ぜひ、強くリスクもあるんだということをきちんと伝えていただきたいと思いますし、今ほど紹介した事例でいきますと、動画に関してはもう短期間に100万を超える視聴になっている。 まあおそらく、ひまそらさんの動画とかの話かなと思うんですけど、それからデマの部分の拡散でも17万に及んでいるっていうことで、あれはデマだーっていうことで、ね、立憲民主党の岡本氏が言ってるわけなんですけど、これがデマかどうかって、いまだにはっきりしできてないんですよ。これから、えー、訴えますよ、提訴しますよとかっていう話にもなってて、えー、その2頭さんからね。だから あのそれがデマかどうかってまだ証明されてないんですよね、これから精査していくっていう話のとこなのに、立憲民主党の岡本氏は、もうあれがデマだと決めつけてるんですよね、で短期間であっ,たあっという間に広がるっていうのが、この SNS のリスクでもあります、効果の部分もありますが、それ以上にリスクもあるということも、ぜひ総務省としては啓発に取り組んでいただきたいと思いますということで、国に対して要望を出してるわけなんです。 ですけどいいいややこれもなんかかっっぱちょっと言い分おかしいよひ、ねまあ、誹謗中傷とかそういうことは、ね、よくないとは思うんですけどこの話まだデマかどうかも分かってないのにもう、まあ、はっきりと、まあ、ここで名指しとかはしてないんですけどひまぞらさんが明らかに悪いみたいなことを議員がここで言ってるわけでしょちょっと元日は意味わかんないなと思いましたけどねこれに関しては。 議員さんがこうやって決めつけて発信していくのはちょっと問題じゃないかって思うんですけど、まあ、とりあえずね、ネットの反応とかも見ていきましょう。っていうか、盛りかけでは領収書を出せのはずだったんだが、コラボの件では領収書がなくても OK なんてのは筋が通らないじゃないですかって、そうそう、今、領収書を出せとかっても言われてるわけじゃないですか、それに対してはこの立憲民主党のね、岡本氏、何も言及しないんですよ。 そういうのを全部出した上で、えー、これ誹謗中傷だっていうんだったら自分たちの言ってることの筋が通るんですけど盛りかけ問題では領収書出せとかって言ってたのにえ 何自分たちがそっち側だったら、誹謗中傷だ、嫌がらせだって騒ぐんですかちょっとこれ、むちゃくちゃがあるよね。筋通ってないですよね。まあ、こちらもね、いいねさせていただきますね。あ、元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。まあこれね、立憲民主党さんの言い分でもありますしただ、こちらのね、えー、二藤さんも、えー、過去にこういうことをやってるわけですよ。国会前、周りが見えないほどのものすごい人、権力を私物化し、盛りかけ桜問題もそのまま困窮者を増やし、政策主 放置し深刻化させた安倍政権のやっっっったたたここことととはなかったことになかにらないっていててうことを言ってたりすするんですよね安倍政権ふざけんなーって声を上げてたわけなんですけどその時もね森け桜問題お前ら不透明すぎるだろうみたいなことをね言ってたわけなんですけど結局自分たちがそっち側の立場になったら今度は誹謗中傷だーって言って騒いでるわけでしょこれちょっと違うよね なんか自分たちが完全にオープンにした上でやるんだったら、あの誹謗中傷だっていうのは筋通るんですけど、いやいや、おかしいだろうってなっちゃいますよね、今やってることっていうのが。まあ今は支援団体のその会計情報っていうのをもう完全にクリアにして、まあ、悪かったなら悪かったって謝るし、じゃないんだったら、まあしっかりとそれを数字で証明していけばいいんじゃないのかなと、そのあとで誹謗中傷だどうこうっていうのは入っていくべきなんじゃないのかなと、本光は思いますけどね、前々から、まあみんなそう思ってるか。<laughs> でまあ、ちょっと、あのー、みんなの感想のに戻っていくんですけど、うん、盛りかけなんて非じゃないわ、オタクだとかも関係ないし、2頭が気に入らないとか、そんなレベルじゃない案件だ、これって、そう、だから2頭さんのことが気に食わないとか、そういう話で批判してるレベルを超えちゃってるんですよね、もう、あのー、本当にやばい、国会とかでも話になってるし、東京都の、えー その状態にずさんな状態とかにもメスが入ろうとしてるわけだからいろんな議員さんが動いてねこれ2等さどうのこうのレベルじゃなくなってきてるわけなんですよねまあこちらもいいでさせていただきますねとか他には桜を見る会で領収書出せって言ってた人たちはコラボの会計不備疑惑を擁護できないと思うよって本当そうだよねまあまあ擁護はでき,たできるかもしれないけどそのわり領収書出せって言わないといけないよね むしろコラボにも領収書を出せって言わなきゃいけないと思うさすがにダブルスタンダードそういうことですよね、うん、こちらもいいねさせていただきますねとか他にはコラボ問題すごいなここ最近ずっとトレンドにいるよってほんとそうだよねツイッター見たらコラボとかなんかあの会計不正とかなんかいろんなワードがねどんどんトレンドにいるんですよずっとでテレビメディアで一切報道しない不思議さすがには報道しない権利っていうことで、まあここもね元光はめっちゃ気になってるわけなんです けど全然あの二藤さんの,あの会見不正の疑惑があるんじゃないかっていう言及みたいな記事ないんですよ逆に、まあ、誹謗中傷で誰かね、えー、悪いことしてるやつがいるぞみたいな報道ばっかりなんですよねこれちょっとねほんと闇深いなって感じが音々はしちゃいますけどねとかあっこちらね一旦いいねさせていただきますねとかあと国会で1日2回別の党から言及される一般人何者ってハハハ 確かにそうだよね。もう一躍有名人になってるんですよね、二藤さん。もともとある種有名人であったかもしれないけど、まあ、ここまで話題になる、うん、っていうのはものすごいことなんじゃないのかなと思います。まあ、だからこそ、これがね、えーまあ、いいことをちゃんとしてるんであれば、それでいいですし、そこをね、徹底的に追求する、えー、今、そういう段階だと思うんですよ。うんまあ、悪いっていうことをね断定してるとかではなく、 これはコラボおよび東京都の都政だとか、まあ、そこら辺も含めて、ね、いろいろ、ね、追求されるべきなんじゃないのかなと思います、こちらもいいね、させていただきますね。まあ、っていうのも、まあ、元光はこの現象、ある種いいところもあるんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、普段んは、まあ、元光もそうなんですけど、そこまで政治に関して、ねえー、言及したりだとかいうタイプではないんですよね。まあ、そういった人たちも、この問題に関しては興味を持ってる人、多いんじゃないのかなと。 思うんですよ、まあ、そういう意味で言うと、えー、いろんな人が今の政治状態に関して、あのー、意思を向けてるということ自体は、すごくいいことになったんじゃないのかな、結果としてはね、うん、このあとどうなっていくか分かんないですけど、今のところ、モトビチはいい、えー、話なんじゃないのかなと思ってます。ということで、ね、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと、ほぼイバソモトビチのチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もごご視聴ありがとうございました